今日はですね、下北沢にやってまいりました。以前ですね、後ほどでもお邪魔させていただきましたけども、あのハブハムというですね、サウナ施設、はい、あちらがですね、今回5店舗目となる、お店を下北沢に作ったということでね、今日はお邪魔したいなと思ってます。なんかね、サウナだけじゃなくて、今回はシアター映画もちょっと掛け合わせて楽しめるということで、まあ下北はね、もともと昔からまあ演劇だったりとか音楽とかね、お笑いライブ、まあいろんなこう劇場がたくさんあった、いろんなカルチャーがこうね、いろいろこうクロスする、面白い街だったりもするので、なんかその下北らしさみたいなところがね、どんな感じでこうサウナと掛け合わさるのか、ちょっと楽しみですけどもね。これだ。お、これもう早速書いてますね。サウナ&シネマは初じゃないね。どういう風に掛け合わせてるんですかね。しかもあの、ここもともとね、僕下北近く住んでたんですけど、駐車場だったんですよ。で、駐車場があったところに、まあ、あのハブハブのこのね、いわゆるコンテナを使った、あのよく輸送とかでよく使われてるんですけど、あのコンテナを買って中を改装してサウナをするっていう、あのタイヤがついてるんですよね。だから地面から浮いたところにこれね、設置してあるっていう。だからこれ引っ張れば動き出すっていう、だからまた移動式サウナみたいな文脈もね、もしかしたらあるかもしれないですけども、今こういう形のサウナが増えてるっていう、面白いですよね。じゃあハブハブ下北沢店をちょっとお邪魔したいと思います。お邪魔します。あ、こんにちは。すいません、今日はあのよろしくお願いいたします。お願いします。今回 5店舗目、はい、そうですね、ですね、はい、一番最初、最新のオープンという店舗 で、そうですね、今月の4日にオープンしました。今月の4日、はい、出来たてほやほやですね。そうですね、1ヶ月経ってね。うわー、はい、そっか。おおおおおお、あっ、なるほど。ここがちょっと映画館というかシアター、まあ、この辺で映像が見れるってことですね。すいません、はい、いいですか、はい、ここがなんかシアタールームというか映画が見れる場所っていう認識で大丈夫です？はい、そうですね、はい、こちらのヘッドホンをつけていただいて、ほんほんほん、はい、で座っていただいて映画を見ていただけるような形になってます。へー、まあ、確かにあの周り見ると、まあ、ここ元駐車場だったんですけど、周りが結構ね、住宅街だったりもするんで、多分さすがにあの爆音上映はできないですもんね。いいですね、こういうちょっと植栽がねあって、造花っぽい感じのフェイクですかね、うんうん、ただね、これ下見てください。こっちは本物なんですよ、これ。しかもハーブですね。ほら、こっちもいろんな種類のハーブを育ててますよ。あー、すごい。こっちは本物です。はい、こっちは、うん、匂いしないですね。いよいよ中に入っていきたいと思います。はい、ここからこんな感じになってる。おお、わあ、すごい。外気浴スペースまである。いいっすね。ベンチもめちゃくちゃ数もありますし。で、サウナがあって、あ、あっちにもサウナがあるのか。2個。おお。そして手前、あ、水風呂あり。あ。湯船だ。湯船もある。これありがたいですね。だからちょっと 半露天風呂みたいな感じで、ちょっとね、あったまって、今の時期なんか特にちょっと下茹で代わりにね、洗ってここであったまってサウナに入るという使い方ができる。これはありがたい。
くタワーストーブの上にこれ土瓶みたいな感じなんか入ってるぞ。あ、ローズマリー入ってないですか。じゃあもしかしてさっきのあのローズマリーとかをあそこで積んだやつを多分店員さんとかが入れてくれてんじゃないですか。すごいね、ハーブの香りがめちゃいい香りがずっとここ充満してるんですけど。そして何このサウナ室、ちょっと面白いですね。なんかちょっとこうカクカクしてて、こんなこう三角形みたいなベンチがいっぱいこうある感じですか。ちょうどこの高さ、これでも身長高い方は当たっちゃうかも。だからこうちょっとこんな感じで丸まって入ると一番いい蒸気がね来るかもしれないですよ。おお早い。おお、あー気持ちいい。ここ抜群にきますね。めっちゃ気持ちいいですよ。しかもこれやっぱあの設定がちょっとこうあのなんだろう、かなりの高セッティングだと多分かけた瞬間にもう超熱いスチームがかかって熱々になると思うんですけど、ここに座っててかけてもちょうどいいあの熱のロウリュが回るようにセッティングしてくれてますね。めっちゃ気持ちいいです。ロウリュすることによってこのねさっきのハーブの香りがファーッと一緒に混ざってこうね回ってる感じ。しかもこれ充満が早いですね、やっぱコンパクトだから。ここにもちゃんとねしっかり排気口があって蒸気が逃げるようになってます。こっちにも排気口、あれ排気口じゃないですよこれ。え、排気口、ちょっと待って、え、あの向こうに遠くには排気口見えません？隣のサウナ室じゃないですかこれ。隣のサウナ室と繋がってますよここ。あ、ここでちょっとオンスチームがこう共有できるみたいな感じになってるんですかね。あ、めっちゃ来てる。あ、すげえ。へえ、隣のサウナ室あんな感じになってるのか。多分このサウナ室と繋がってますね、さっきの排気口のところが。ちょっと開けてみよう。お邪魔します。おー、なるほど、あれだ、あの穴ですね、さっき僕が覗いてた穴、こっちに繋がってたのか。うわー、これまためちゃくちゃでかいストーブが、しかも僕が今座ってるさらに下の位置にね埋め込んでますね。フィンランドとかによくあるこの作り方、要は足よりも下、自分の体よりも下にこのストーブの位置を作るっていう、もうフィンランド式サウナのもう伝統的な、作り方ですね。あとめちゃくちゃめちゃくちゃこうなんだろう、苦しくないというか、サウナ室がねすごい楽なんですよ。出ました。どうしました。いやちょっと気になる、なんか気になっちゃって今やっぱこの下を見ちゃうんですけど、綺麗にそこ吸気口ないですか。2個穴がね、下開いてますね。しかも向こう、そうですよね、これ下もうほんと地面が見えてません。だからこれ完全に外気をもうもろ直で入れてますね。しかもこれコンテナね、さっきオープニングでも話しましたけど、コンテナなんでタイヤがついてるんで浮いてて、多分そこからこう外気を入れてる。なるほど。だからコンテナの良さを最大限にこれ生かしてますよね。ストーブの下にももろ外気がね入る穴が2つあって、ほんでこのあっちにも通じるこのね穴があると、であっち側にもね一応ね排気口があるんですよ。だからちゃんとこうたくさんいろんなところからフレッシュエアがちゃんとこうね入るような作りになってますね。うん、あ、白樺の
オイル入れてますね。めっちゃいい香りする。あ、すごい早い早いな。うん、今もうこっから上がってぐわーっと背中回ってこう行きましたね。この上昇気流とともに多分下からフレッシュエアが一緒に酸素をたくさん含んだ空気が一緒に上がってきてる。おお、うん、あ、しかもめちゃめちゃやっぱ酸素入ってるからむっちゃ息しやすいですね。すごいね、こもったこう硬い塊がぐるっとくるよりはあったかい酸素というか心地いい蒸気が包まれた空気がこうファーっとくる感じ。だから呼吸もめちゃめちゃ楽ですし、本当にこうスチームでゆっくりこう蒸気で温まるっていう、もうザ・フィンランドのサウナって感じですね。おお、お、ストーブはどこ？え？ほう。え？ここにサウナストーブがあるんですよ。で、ストーブがあって、なぜかベンチがこうなってるんで、普通に座るとこういうことですかね。ちょっと、初じゃないですかこれ。結構ストーブに向かってこうやってね座るのはありますけど、背中越しにこう熱を感じてるっていう感じですね。なるほど。あ、面白い。面白いですね。普通ストーブからこう真正面で温まるって感じですよね。こうやってロウリュをするって感じですけど、これロウリュするときじゃあこういう感じでこういう感じでかけるってこと？あったかい。あ、新鮮。かけて一番最初に背中からあったかくなるってめちゃめちゃ新鮮ですね。あ、ゆっくりこっちに降りてきてる。こことかだってもうこことかこうですからね、もうちょっと僕かけてみますよ、これで。あ、いいですか、はい、そこにいてもらって、はい。うん、あ、ゆっくりと今空気が、おお、おここ来てる。あ、めっちゃ面白い。あ、気持ちいいな。ゆっくりここにベールのようにこう落ちてきてますね、蒸気がふわーっと。あ、出てすぐ水風呂。あ、これで乾こうか。あ、よいしょ。よし、じゃあいただきます。おお、うぅ、あー、うわ、あー、いいっすね。あー、チラーも入ってますね。だから多分これ今冬だから結構キンキンですけど、夏場も、うん、バッチリ多分対応してくれると思います。あー、めっちゃあれですね、シンプルに全部サウナ室がこう個性的というか特徴だったりテーマをちゃんと立てて作ってるんで、フィンランド式はフィンランド式なんですけどタイプが全部違うんで、このロウリュのこの楽しみが全部違うっていうのがめっちゃ面白いですね。なんかこうロウリュしがいのあるサウナ室がいっぱいあるっていうね。好きなサウナをこう探したりロウリュのこう勉強してこうスチームが蒸気がこうどう動くかっていうのをこう知るにはもってこいの施設じゃないですかね。まあけどここはなんといっても、まあ、サウナもね素晴らしいですけど、この後
映画どんな感じかっていうのをちょっとそうだ行ってみましょうか。いいサウナすぎて映画の部分忘れてた。いやこれ面白いですね。もう撮ったらめちゃくちゃ静かですけど、このイヤホンでもちろんこうもうここでスピーカーがついてても聞けるっていう、あとね音量もこれ自分で調整できるんで、本当に思い思いのスタイルで楽しめるっていう感じになってますね。1月の4日から12日まで、松井大吾監督の4作品の映画が今回このハブハブ下北沢のここの、シアタールーム映画館で上映されるということになりました。そしてその4作品の中の一つ、熱波というですね、私万平そして美里さんも出られてますあのサウナの映画がですねこちらで、その4日から12日の間夜7時から、毎日放映されます。実はなんとですね全国の映画館、まあ、こういった上映される館の中ではここが初らしいです。だから4日から12日毎日熱波映画見れますので、ぜひここでちょっとねサウナに入って熱波をお友達同士で送った後にね、またここで松井大吾監督の熱波をここでこうやってつけて見ていただけたらなと思ってます。もう本当に多分今さっき数えたんですけど14歩ぐらいで多分ここまで来れますもうすぐ見れますんでね。でもうそうですよね、サウナに入って映画見てっていうパターンでもいいですし、逆に7時のその映画松井大吾監督の作品をここで見た後に、サウナに入ってね、なんかあそこのシーンああだったねなんて言って友達同士で振り返りをするっていうのにもいいんじゃないかなと思ってます。マグマンペイの後ほどサウナで。